ネート・ダニエル・ロバートソンは、アメリカ合衆国、カンザス州ウィチタ出身の元野球選手。投手、左投げ右打ち。1995年に、シカゴ・ホワイトソックスからドラフト35巡目で、指名されるが、契約せずに、ウィチタ州立大学へ進学した。1998年に、ホワイトソックスからドラフト15巡目で指名されたが、契約に至らなかった。 1999年のドラフトでフロリダ・マーリンズから5巡目で指名され入団した。2002年9月7日にメジャーデビューした。2003年1月11日にトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。2004年には低めへのコントロールを安定させ、チーム最多の12勝を挙げ、新人王の投票で8位にランクインした。2005年、防御率4.48は、 前年より改善され、これはリーグ平均以下だったが、7勝16敗と負け越した。2006年は防御率3.84と、さらに改善させ、13勝13敗の成績だった。2007年は9勝13敗と負け越しで、特に6月5日のレンジャーズ戦では6人の打者からアウトを奪えずに降板している。6月7日に腕を痛め15日間。 故障者リスト入りした。2008年1月16日に3年総額2115万ドルで契約を延長した。契約1年目の2008年はスライダーの請求に苦しみ、2004年にメジャー定着して以降で最悪のシーズンとなった。8月20日の登板終了時点で防御率6.10はメジャーワースト2位、被安打率。 318と飛鳥打率、533はメジャーワーストを記録した。球団はロバートソンを先発ではなく、リリーフとして起用することとした。この年は32試合に登板し、7勝11敗、防御率6.35だった。実績点はリーグワーストの119点を記録した。2009年6月27日に左肘を故障し、8月28日に、 復帰した。この年は28試合に登板し、2勝3敗、防御率5.44だった。2010年3月30日に、金銭トレードで、フルスのマーリンズへ移籍した。7月21日に、ィーフとなり、7月27日に放出された。8月2日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を、結んだ。トリプル A 級メンフィスレッドバーズで六試合に登板し、 二勝一敗、防御率9.45だった。8月23日に FA となり、8月24日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。9月6日にメジャー昇格したが、9月9日にリーフとなり、9月15日に FA となった。2011年1月20日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだ。 トリプル A 級タコマレーニアーズで18試合に登板し、6勝7敗、防御率7.14だった。11月2日に FA となった。2012年2月18日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級アイオワカブスで14試合に登板し、0勝2敗、防御率8.10だった。5月29日に放出された。 カブス対談後は独立リーグアメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツに入団。3試合に登板し、防御率0.00だった。7月14日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。トリプル a 級ラスベガスフィフティワンズで9試合に登板し、0勝1敗、防御率8.00だった。11月3日に FA となった。 2013年1月26日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。AAA9 ラウンドロックエクスプレスで45試合に登板し4勝4敗、防御率3.04だった。11月5日に FA となった。2014年3月6日にフルス、タイガースとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。